はい、どうも皆さんこんにちは。渡辺です。池田です。はい、よろしくお願いします。ですね、今日はまたゴールデンウィークにこう使えるアレンジをちょっとやってみました。ありがとうございます。ちょっと打ち合わせ通りくると回れましたね。すいません、もうちょっとですね、すいません、はい、のサイドアップの感じなんですね。こうちょっとこう下に髪の毛を下ろしながらもうサイドにまとめて簡単に、アレンジする方法になります。本当にクルリンパしてこうヘアアクセつけてちょっと余裕があればこう巻くっていう感じだけなんですけど、本当にこう時間がない時に結構使えるかなと思うアレンジなんで、よかったら参考にしてみてください。ありがとうございます。はい、それではちょっとこの動画を今から始めていきます。では動画をどうぞ。何やそれ。じゃあ今もう寝癖満開の状態です。ここでバームをまずつけていきます。ある程度まとまりが出るぐらいまでつけてもらって、少しウエット感が出ると綺麗に仕上がるかなと思います。で、まず顔周りの髪の毛を下ろしておきます。だいたい 1.5 センチ幅ぐらいでいいかなと思います。で、次に髪の毛を3等分に分けます。縦にだいたいでいいので同じぐらいの幅ぐらいで分けます。まあ、気持ちちょっとこの真ん中の部分は少なくてもいいかなと思うんですけど、3つに分けます。で、真ん中の髪の毛を残して 両サイドの髪の毛を少しこう横寄りに持ってきて、まあ、三つ襟あたりぐらいですね。で、ゴムで縛ります。で、ここの結んだところちょっと空洞がここ空いてるので、下から指を通してくるりんぱを一回やります。で、ちょっとギュッと縛っておきます。で、次にちょっとほぐしていきます。ゴムの部分を少し持ちながらくるりんぱしたところをちょっとだけボリューム出しますね。ちょっとこう凹凸が出るぐらいでいいかなと思うんで、あんまりがっつり出さなくても OK かなと思います。で、やっぱここの高さちょっとないとダメなので、ここも押さえながら少しだけ丸みが出るぐらいですね、ボリュームを出します。で、次にこのクリップタイプですねのヘアアクセを、このゴムを隠すような感じでカチッと止めちゃいます。で、次にコテで、まあ、余裕があればでいいんですけど、毛先の部分をランダムに巻いていきます。毛束はなるべく細かく取って、表面を結構強めに巻いてあげて、内側はもう本当に巻くか巻かないかも緩めな感じで全然 OK かなと思います。顔周りの部分も外に一回転だけさせて動きをつけます。反対側も同様に外に巻きます。はい、こんな感じで仕上がりました。本当にちょっとサイドに片サイドにまとめて、ちょっとハーフアップみたいな感じになってるんですけど、本当に時短でできるアレンジになってます。よかったら参考にしてみてください。